昨日の嵐すごかったな。苦労して建てた採石場がもうめちゃくちゃ。ダリアさんが帰ってくる前に直さないと。いや、起きたの？あの嵐の中でぐっすり眠れるなんてすごいね。あ、そうだ、ダリアさんがね、朝出かけるときに夕飯で使う特別な香辛料を探してくるって言ってたんだ。僕たちも頑張らないとね。ダリアさんが戻る前に採石場。あれ？なんで僕のこと見てるの？え？どうすればいいかわからない？また教えなきゃいけないの？しっかり。はあ、まあいいよ。もう一度言うね。建物を建てる前に、まずホームアイランドにあるほら、目の前に。でもね、切り倒せるのは低く。木を切るには、最終ツールの伐採。君、伐採斧を持ってるでしょ？それで伐採斧を使えば木を切れるよ。伐採斧を使えば木を切れるよ。伐採斧を使えば木を切れるよ。使えば木を切れるよ。やったね。僕の指導のおかげで記憶。採集した軽風木を見せて。作業台。これだけの軽風木じゃ足りないかな。え、伐採斧が壊れたって？しょうがないな。新しい伐採斧を作る。これ作業台って言うんだ。覚えてるよね。必要な材料を使えば作業。うん。作業台をやったね。道具にはそれぞれの耐久度が、
採石場の修復の話に戻るけど、軽風木の他にも必要な材料が、この石を掘ると木を切るときみたいに石の採集には君が持ってるそのツルハシで、あと軽風木の量もまだ足りないから忘れずにね。ツルハシを使えば岩石を発掘できるよ。ツルハシを使えば岩石を発掘できるよ。うんうん、いい調子。軽風木と風さらし、建物を建てるときはブロックシャベルが必要なんだ。ブロックシャベルと必要な材料を使う。さあこの採石、早くついてきて。ふぅ、ダリアさんが戻る前にホームア、さてそろそろダリアさんが戻ってくるから、ちょっとちょっと、もっと喜んでよ。ダリアさんは君の妹なんだから。僕にダリアさんのような家族がいたら感動で夜。ここがダリアさんが戻ってくる砂浜。ああ、もうまた邪魔な結晶ガニが。ほら武器を。見えな